前節を振り返って早い時間帯に退場を出してしまいましたが、逆転をすることはできました。ただ、チームとして粘り強く戦えず最後に失点してしまうという形になりました。2試合連続同じような、引き分けの仕方をしてしまったのはチームとして、明確な課題であると、認識しています。次節は、リーグが一段中断してしまいますが、常在戦に向けてしっかりと中断期間をより良いものにしてチームとしてまたいい準備をできればと思います。応援よろしくお願いします。早稲田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 